All right, guys, スプラit イis ト。your buddy Kintips here. Today we are playing Alcana. So we're continuing off where I left off. And I believe this is my 青のlet's彼方play のフォーnumber リズム。maybe six. So let's load it up. It'll be in order では、先of the 生、playlist, guys, if you ここguys に筋トレ道具を持ち込んでも don't know. いい So と。anyways, let's get started. 普段きちんとしまっておけるならな。転がってるダンベルにつまずいて怪我とか目も当てられんだろう。ありがとうございます。最新の注意を払います。あ、じゃあうちに置き場にこま役に立ちそうなバランスボールがあるから持ってこよ。本音を先に漏らした上ためらいもせず言い切ったか。ま、飛びさ。しかしバランスボールは実際役に立つかもな。でしょ？体幹トレーニング。よかったよかった。おう。はいはい、マネージャーから一つ。コーチはこう言っておりますが、そろそろテスト前週間に入ります。忘れてた？テスト前週間だとどうかなっちゃうんですか？私もちょっとわからないです。船浜は普通の学校だからな。スポーツ特待がある高藤なんかは違うかもしれないが。残念ですけど、ちょっとの我慢。違う、ここでは勉強が本分なんだ。楽しい気持ちはわからないでもないが、そのうち大変な目。ああ、コンテスト追試と続けて赤点を取ると、そいつは最初の合格まで部活が。本当ですか？生徒手帳にも書いてあるぞ。一度ぐらいはちゃんと目を通して。見せて見せて。み、三崎先輩、生徒手帳。ああ、本当だ。というか皆さんも部活やってなかったから関係なかったし、その割には驚かなかった。赤点って取ったことないから関係ないかなって。するんだ。全ては気合だ。やればどうに。私は美咲先輩につきっきりで手取り足取り教えていただけたらなんて。勉強会ってさ、よく聞くけど本当にあれこ。いや、だがマンツーマンは効率いいんじゃないか。ジュグラン。そしてマンツトン。まあマサヤがどうしてもやるっていうなら。はあ。
んでもありません。私には言ってくれないで。まあマサヤ、これ以上集体を晒す前に練習に行こうよ。選手となると年齢の差よりも上下関係。それもそうだけど、私とマサヤの間に何かあるって邪推してるだけじゃないのかな。正直に言えば俺もマサヤさんが落ち込んでます。マサヤさん、ひなた、あまり一人で背負い込むなよ。お前はよくやってくれている。さっき俺は上下関係の話を、だが
それは一面に過ぎない。お前はコーチなだけじゃない。頼ることを忘れる。あ、だいたい筋肉が解決してくれるんだ。そうですよ、マジヤさん。マセヤさんはマシロちゃんと仲良くしたいんですよね。うまく飛びたいのに飛べないなら練習します。ですから、じゃあ私はこれ。だってマセヤマシロと仲良くなりたいんでしょ。だったら私と距離を置くのが得策かなって。そんなことないってば。やってるって、本気出してるよ。私は私なりに本気でやってるよ。マサヤが真剣なのはわかるけどさ。じゃ、行くから。じゃあまた明日。マサヤさん、ミサキちゃん、マシロちゃんのところにお見舞いに行くつもりなんじゃないでしょうか。望むところだ。はい。また勝てなかった。高藤のキャプテン、もう一回。あ、誰？マサヤ？別に、最近無性に飛びたくなる時があって、がむしゃらに飛ばないとおかしくなりそうになる。どうして？よくわかんないけど、練習サボったことなら。おばあちゃんが？
要は、まあちょっと面白かったけどね。マサヤとマシロのカップリングとか想像しただけでご飯が。でもさ、マサヤわかってる？あの子がマサヤにそっけない理由って。あえて近づいても火に油を注ぐだけ。わかったようなわからないような。本当に私が原因ならすぐ解決できる方法があるけど、真白をしっかりと安心させる。具体的には私が真白の受けないでしょ。何をどこまで望まれてるのか。ん？そうやって改まって聞かれるといい子なんだけどね。甘い顔するとどこまでも再現なくなっちゃう。それは私一人の話じゃないから言えないかな。多分普通の正しい形としてはさ、単純に積み重ねる時間、誰も悪くないんだから、いつか時間が解決。さらに真白の場合は、というか偉そうなマサヤが、そこそこの付き合いで初めて、まあまあ相談料は何かな。こうなったらあらり、任せなさい。降りるよ。それでもいいけど、そういう意味じゃ。もうちょっとだけ黙ってついてきて。いらっしゃいませ。で、こんにちは、ボタンさん。あら、あら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 、まあまあまあ、彼氏？だったらよかったんですけどね。そうなんだ、残念。じゃあ、あら、そうなの。あたしの一世一代の決意を邪魔しないで。じゃなくて、その、帰ってきてます？あら、心配してきてくれたのね。大した食べないなら上に上がって待っていいですか。どうぞ。お茶とジュース。大丈夫です、おかま。ずっと廊下にいるつもり？
ームでもしてみる？あー、それなんだっけ、モンタッタってゲームのお助けだったかな。新作が出るたびにゲームをゲーム機ごと渡されてプレイしたからね。一緒にやってくれる人いないんだってさ。あの子基本いい子キャラして猫かぶってるから。あれ言ってなかったっけ。どうしたの。まさや入ってすぐに。うわー、大丈夫だって。あの子トウモロコシも大好きなんだけど、おばあちゃんが作ってるのは早い。マサヤ必死。ここなら腹を割って話せる。お、うまいこと言った。私だったら大して気にし、ボタンさんが上がってって言ってくれた。もしかして真っ白。あー、どうしよう。あら、何が。そんなこといいのよ。それと真っ白の怪我については話を聞く。母親の言うことだから信用してくださいな。部活でのこと真っ白から聞いているわ。いい先輩だって。こちらこそ真っ白がお世話になっています。何かしら。あら嬉しい。おうどん食べてきます。ただいま。マサヤ先輩。ちょっとやめてください。こまないですか。どうせ先輩のことですから、怪我をしたのはコーチのせいだって。私は私で判断して行動してます。そういう勘違いはやめて。真っ白。すみません。頭の中では先輩の意図と。
ましろ。みさき先輩、いらしてたんですか。診察結果どうだって。捻挫です。1週間くらい。そっか。心配して様子を見に来てくださったんです。ううん、今日はマサヤの付き添いで。マサヤ先輩の付き添いで。ごめんなさい、美咲先輩。少しマサヤ先輩とは。じゃあ私は帰るよ。もともと付き添いで来たからね。そうですか。それじゃね、マサヤ。頑張って。マサヤ先輩。いらっしゃいませ。何から話せばいいのか。ちょっと待っててください。嫌です。想像なさってるのなら多分それが答えです。いいですね、先輩が喋ってるのは。さて、ではお話を。まあそれもありますけど。単に恥ずかしいだけよ。おか。はい、お茶。真っ赤にしてる顔見ら。ちょっとおか。まあ許し。ちょっと。そんなにの。それはわざわざありがとうございます。私もマサヤ先輩とは仲良くなりたい。これからぜひよろしくお願いします。え？さっきの台本一つお聞きしたいんで。先輩ってどこか同年代に思えないというか。ただ強くてニュー。今の先輩って興味あることあるのかなとか、熱くなることあるのかな。本当ですか。本当はもう少し突っ込んだことを言いたいんですけど、先輩のことよく知らないの。ですからこれ。
気にしないでください。うち3台 FC やっててこんな感じなんだから。私 FC 苦手です。合宿とか行っても相手にされませんし。まあちょっとやってみましょう。勝手な牢石の罰ゲームだと。先輩がゲームやってるとこ見てみたいだけですから。
言ってもそれぞれ特性や癖がありますし、属性もあるので進めるのもそもそも一つの武器に絞らなくてもいいですし。好みはあります？前衛後衛とか、あと近距離、あと武器で性格占うってのもありますよ。結構当たるって先輩は。適当なことを言わないでください。美咲先輩は覚えるのめんどくさいって。おはよう、中島君。ねえねえ、ひなた君、モンタって始めたんだって？あ、じゃあ部活が終わったらみんなでやりましょう。もちろんです。そうなると思って。ボッシュ。じゃあ悪い子の PSQ にしっかりと説教しておくから、放課後になったら迎えに来なさい。文句はないな。まさかこんなに大勢でやるの。マサヤ先輩は本当に意地悪です。背徳的でよくない？どれくらいやったんですか？いいんです。まどかちゃんはエレガント。
これ右手です。わかります？ゴーリゴすると終わっちゃうから、マサヤは少し下がってて。なんかこういうマサヤ、そんな泣きそうな顔しない。先輩だったらいい。はいはい。よかった。しますよ。日向さんがされなくても。それじゃあちょっとお願いでき、日向さんじゃないと練習に付き合っていただけて。これだけ熱心に指導をされていて、その上でお時間をいただけるのは申し訳な、何かお返しをしなきゃいけません。でも私はあくまでタコアの人。そんなことないですよ。ダメですよ、コーチ。いくら冗談めかしてても自分の学校のせい、そこは絶対に何が。いえ、私も褒められて嬉しかったです。本当は味方にもなってほしいぐらいで。なんでもないです。
向さんも FC 以外じゃ肩なしですね。それは日向さんの完全に教えられる側ですよね。優しくした記憶あります？ごめんなさい、嘘です。先輩は私と同じように始めた、私と同じような気持ちになった、しょうがないって諦めた私とは違った。誰かのせいにしないで、だから先輩は悪くないです。すみませんでした。部屋に帰ってきちゃ、いいの、ここにいてもちゃんと向こうに会話届くから。あら、そう。 お母さん、後でさっきの、え、ぬいぐるみ、ぬぐーって、ダメ、今晩抱いて寝るから。寝ません。ファブラーズかけまくるだけです。またまた。お母さんがなんであんなのいるのよ。絶対必要。いやね、ちょっと改造、あれにツインテールつけて誰かさんに見せ出て、
やってるみたいだね。頑張れ。だね。もちろん先払いでもいいよ。別にべったりすることが優しさとはとか言ったらそれっぽく。マサヤさ、長い付き合いの中で初めてそんなことを言ったよね。マシロは寂しんぼで警戒心が強いけど、一度出れるとすごい。迂闊な言動は命取りだと覚悟するんだね。実行してないのにあれだから怖いんだよ。私帰る。いや、なんだマサヤ、そんな声が出るよ。やましいことなんて別にないだろ。何か忘れ物でも取りに来たのか。だろうと思った。じゃ、後ろの手に持ってるものを正直。で、ちゃんと仲良くなれたのか。ビンゴだ。あいつは見えて真面目だろ。部室でゲームやってますが、ほどなく終わるので目をつぶってくださいってね。で、どうだった。そうか、それはよく。思い出すな。プロになるから学校は行かなくていいと空を飛んでばかりいたガキンチョをなだめたろうな。何、いつまで折れっぱなしかとやきもきしたがな。ま、手段はともかくとして、思うようにやれ。よほどのことじゃなければ。思い出してないじゃないか。その自己採点は不正解だ。いや、三角かな。お前はむちゃくちゃ負けず嫌いだよ。負けたくないから興味を持たないようにしてるだ。今のマサヤもいいやつだと思うが、昔のバカなマサヤも。私、久々に話せて楽しかった。おっと、肝心なこと。そうだよ、忠告しに来たんだ。中間テスト、準備は万全なんだろうな。
その顔を見ると何もしていない。ああ、あいつとあいつとで、そっちのコーチもよろしく頼むぞ、マサヤ。 PSQ で遊んでるぐらいだからできるよなと。本人が勉強すればいいわけじゃないのが辛いところだが、これも経験だ。じゃ、検討。Everybody can just hear, we're gonna stop the video and stay tuned for my next Let's Play for Alcana.